優雅ブランドディレクターの池です。デザイナーの花江です。今回は前回の動画で、一番最後ら辺で話した、まあ、その私たちがインスタグラムをきっかけに、まあ、アパレルブランドを立ち上げました。ただ私たちはインフルエンサーではなくて、まあ、要は本当にただアパレルブランドを立ち上げたインフルエンサーブランドという、 こうポジションで物事を進めているわけではありませんよということについてちょっとまあ深掘りで、お話ししていきたいなと思います。で、まあ、近年アパレルブランドを立ち上げるっていうのは敷居はかなり低くなってます。要は OEM 会社の事情で、まあ、要はこの人と組んだら物が売れるだろう。でその人っていうのが、まあ、インフルエンサーの方々っていうことですね。ただまあ私たちはちょっとそこは間違ったイメージで伝わってしまうと、それはちょっと違いますので、まあ、ここで、まあ、ちょっと花江から、まあ、説明をできたらなと思います。そもそもそのインフルエンサーさんの、まあ、ブランドっていう意味ではそのインフルエンサーさんブランドってちょっと私のイメージですとちょっとグッズを販売してるようなイメージがありまして、あの、まあ、その人が、まあ、アイコンになってこの売るっていうところでちょっとマーケティング的な要素と、まあ、その人の、まあ、人気商売みたいなところで、まあ、この人が来たら売れるだろうとかちょっとそういうイメージがあっています。で、それと、まあ、ちょっとインフルエンサーって何ってところもちょっと最近あのちょっとね炎上したものとかもありまして、なんかそこもちょっと考えるようになりました。であのちょっとあの私モデル事務所にも所属しておりますので、そこの社長さんとかともその最近のモデルについていろいろな事情とかを話したりするんですけども、やっぱその最近こう皆さんがこうインスタグラムですとかそういった SNS を通じて、まあ、自分で発信できたりするっていう環境においてやっぱりあのいろんなところがこう敷居が低くなっているっていうところはやはり常々思うところで、もともとその読者モデルとかね、まあ、そういったあの時代ちょっとまあ昔かもしれませんが、まあ、その時代からあって、でそれが最近この、ね、デジタルになって、まあ、インフルエンサーという形であの普及していったのかなというふうには思うんですけれども、やっぱり皆さんが参入しやすいっていうところはあるかなというふうに思います。なのでまあその例えばインフルエンサーの方々っていうのはやっぱりお仕事が皆さんに情報を届けるいいなって思ってもらいやすくお仕事をしていくっていうようなところだとは思いますので、まあ、生産背景とかっていうのは特に知る必要もまあないとは思うんですよね。それ別に全然悪いことじゃなくて、やっぱりそれぞれがそれぞれの、強いところを生かして商売をしていくってことだと思うので、ただやっぱり私たちからすると、生産背景までしっかり固めて全てにやっぱり理由がありますので、なぜその生産背景なのかっていう、やっぱりそのインフルエンサーブランドとして、いやどうせ花江何も知らないんでしょ、どうせノリキ別に何もしてないんでしょっていうような、認識で、ブランドがこのまま進んでいくとあのちょっとあの誤解があるなということで、まあ、このような動画を出しました。でその敷居だとかインフルエンサーだとかっていうのもあのそれこそさっき言ってたちょっと炎上してましたねっていうような話じゃないですけど、結局こうなんて言ったらいいのかな、敷居が低い分そのパフォーマンスが低い人たちもやっぱりいっぱいいると思うんですよ。もちろんパフォーマンス高い人もいっぱいいると思うんですよ、ね、ただやっぱり母数が多くなってしまうので、でプラスやっぱりブランド側インフルエンサーさんインフルエンサー側も結局そのイメージがマッチしないと、まあ、難しいわけですよね。例えばじゃあ、5000円とか1万円ぐらいの商品を売ってください、すごいマッチする人がいました。でもじゃあその人って10万円20万円のもの売れますか、100万円のもの売れますかとかっていう話にもなってきますし、あの以前あの上げた動画で結局どの方向に持っていきたいのかって話になっていくので、なのでなんかそういう例えばインフルエンサーの方々に対していいイメージを持ってないっていうのもまたそれは違いますし、それって本当にブランドの方向性そのインフルエンサーさんに頼んでよかったのって話ですし、でやっぱりあのここの、まあ、ちょっと補足あの話がずれてしまいますけど、まあ、そういうようなこともあるのかなっていう、あのしっかりそのブランドとしてどうなのかっていうところが一番重要でっていうようなことを、まあ、最近思いましたって感じですね。そうですね、あの私たちもあのやはりインスタグラムを始めた当初の頃、うん、結構その案件が、ね、まあ、ありましたね、あったりして、まあ、ただちょっと、まあ、
あのそれを私たちが発信しても あんまりマッチしませんよっていうのは自分たちから結構お伝えしたりとかしてお断りしたりとかって結構あったので、やっぱりそのブランド側の選ぶ目っていうのも必要ですし、それをやった後にそのインフルエンサーさんについてるお客さんたちっていうのがいるので、その方々が本当に買ってくれるんですかっていうところまでも考える必要があると思うので、まあ、それとは関係なしにそのインフルエンサーさんいいと思って発信してるものももちろんありますので、まあ、そこの PR 案件とまたちょっと話は変わってくると思うんですけど、そこはやっぱりブランド側がしっかり見てやる必要があるかなというふうにちょっと思います。まあ、そうですよね、はい、なんではいろいろなことがこう、まあ、インフルエンサーについての件について今回話しましたけど、まあ、要は敷居が下がれば母数は上がるので、なのでやっぱりそこのその選定をするっていうのは圧倒的にブランド側に必要な力になってるわけですよね。誰でも彼も人気だから、ビジュアルがいいから、数字を持っているから、ただその、人気やビジュアルや数字が自分たちが取り扱ってる商材とマッチするのかっていうのは別の話なので、なのでここだけは、まあ、頭の中に入れてブランドを、